爆破 RPG 始めましょうか。魔王が出現して人類滅亡の危機じゃ。さっさと魔王をぶっ倒してくれ。わかった、爆破してくれ。爆弾もあるの。爆弾、不発弾爆発する。なんだこのイカれた野郎は。勇者ですらねえじゃねえかよ。まあ一旦せたボカーンっつってな。もう効果音がすごいことになってるわ。爆破、広範囲爆撃。爆発のことしか頭にねえ。こいつも異常なしです。爆破する、何もしない。なんだこの選択肢は。ああ、さらにこれもだ。おい、ちょっと待って、おい、まさか。何もかも破壊する。この世は全て俺は。おい、もう何でもできちゃうじゃねえか。王様、おい、こんなところで暴れ。あ、誰に向かって口聞いてんだこの野郎。おい王様、隣で見てたよな。ハロード、あなたには期待していますよ。良い報告を待っていますよ。それでいいんだ。そういう態度だったらもう考えがあるんだよ。で、ここに俺が座ってと。この国は俺のものだな、王妃よ。さて、行くか。魔王ね、うん、爆発させていいんでしょ。魔王つったってよ。訓練場。なるほどな。読めねえ、もはや何も見えない。なんだおい、何見てんだこの野郎。こっち見やがって。より強い兵士になるために訓練中です。そうか。頑張って訓練するんだよ。あの世でな。ダミー人魚これもだ。気に食わなかったら何もかも爆発するんだ。俺の歩く道を止めるやつは全て。お、なんだお前、俺がここ歩いてんの見えねえのか。何見てんだこの野郎。はあ、はあ、疲れた。じゃあ今楽にしてやるよ。もう二度と訓練しなくて済むようにしてあげるからな。なんだお前。いや、もうちょっとうるさい。あば、さよなら。訓練を積んで昇級試験に合格したら兵士としてのランクが上がる。若い兵士がやる気になるのはいいことだね。そうだな、うん。いや、あの正論言ってるやつには俺別に悪いようにしないよ。たださ、俺に対してなんか立てついてくるやつとかさ、口の利き方がなってないやつに関しては爆発物の取り扱いっつって、俺についてじゃねえかこれ。爆発物を用いる場合、引火や誘爆を起こして二次被害が起こらないようにする必要があるんだ。必要のない対象まで爆発させられてしまうかもしれないし、最悪自分自身が爆発に巻き込まれることも。自分自身がっていうか、まあまあそうだな、俺が爆弾みたいなところあるような。歩く爆弾、魔王について。人間にアドバス存在である。魔物の頂点に君臨する魔王。彼らは倒されても数十年後には再び発生するんだ。そのため人間と魔物の戦いは永遠に続くことになる。魔王の復活を阻止する方法はないのだろうか。あるよ、爆破だよ、爆破。俺が、魔王がもう二度と復活することがないように。どうだね、ハロード爆笑。ごめん、ちゃんと読んでなかった。なんか気に食わねえな。やっぱ殺しちゃう。やっぱこうしておこう、うん、こうしておくべきだ、うん、国のためにもな。で、なんだっけ、読むとしめやかに爆発させる本。こんな危ないものはもうこの世の中のためにもう破壊しておこう。神からの贈り物だ。一部の選ばれた人間が神の気まぐれによって人知を超えた力を得ることがある。彼らが人間の味方になってくれれば非常に心強いが、敵対した場合は恐ろしい強敵となるだろう。まあ俺のこの力っていうのは多分神様が用意してくれたってことだ。読むとしめやかに爆発だからさ、これもこの世の中のためにも、これは爆発不発弾太郎という本がある。昔々あるところにジジイとババアがいました。ジジイは山や芝に爆破に、ババアは川に洗濯物の爆破に向かいました。ババアが川で洗濯物を爆破していると、どんぶらこどんぶらこと大きな不発弾が流れてきました。俺のこと言ってるこれ。な、桃太郎ならぬハロルド太郎の話これしてる。これは立派な不発弾、今晩のおかずにしましょう。ババアは不発弾を持ち帰りました。芝の爆破から帰ってきたジジイは不発弾を見て大喜び。ジジイが食べるために不発弾を爆破すると、ジジイとババアは爆発に巻き込まれて死亡しました。なんやこれ、終わり。まあ破壊しよっか、とりあえず。エッチな本がある、読む。読まずにはいらない。おほう、なるほどな。何こんな、はしたない。あー、すごく、これすごい。あー、性欲が爆発して死亡した。ゲームオーバーなんの。もうまた全部、もうまた王様爆破しなきゃいけないけど、まあこれはちょっと快感だからいいか。てかさ、前髪がさ、ちょっとさ、この効果をな、セーブロードするためにさ、ちょっと王様破壊しなきゃいけないのめんどくさいから、武術のために見つけるのがいいか。どん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 、わかりました。まあ真面目になんか喋ってるやつをさ、わざわざ破壊するのはさ、違うじゃん。やっぱ俺もさ、俺にもやっぱ道徳心みたいなものはあるわけ。倫理観とか、手を洗わずにキッチンに入るのは。ふざけんなよこの野郎。誰に向かって文句言ってんだこの野郎。俺は天下の勇者様だぞこの野郎。口の利き方ってもんがあるだろうが。ふざけやがって。てめえがつけたのはこの残飯だ。
クソが。この先はキッチンです。シェフは気難しい人なのでお話しされる際は、あのもういないから安心していいよ。シェフはね、もうこの世にはいないんだ。さて行くか。なんか機嫌がいいな今日は。あ、僕がここでサボってることは黙っててくださいね。まあそうだな、人間誰しもさ、そういうことってあるじゃん。やっぱさ、みんなさ、その真面目に行きたいと思ってるよ。クソ、泥棒するために下新聞に来たのに、突然兵士があそこでサボり始めてここから動けなくなっちまった。なるほどな、やっぱさ、泥棒したくなることだってあるじゃん。人間だもの、三つを。は、宝箱ある。ポーション、これさ、爆破してたらさ、中のポーション手に入んなかったのかな。これ奥に行けたりするわけではないのか。いやだからさ、やっぱさ、いろんな人がいる。ワンワン、ちょ、うるせえな、この犬っころよ。おい、邪魔なんだよ。うるせえっつってんだろうがよ。なんだ、その動きは。おい。ああ、かけろー、わかるよ。やっぱさ、あの、ストレス溜まるとさ、こういう風になっちゃうのもさ、しょうがないよ。だって人間だもの。俺、ウォーキング好きだ。なるほどな。ウォーキングが好きなのか。小僧。武器と僕を買うことは大事だってお父さんの一緒にホテルに入っていた知らない美人の女の人が言ってたぜ。そうだね。いろいろあるんだ、いろいろ。お父さん、もしかしたらちょっとお母さんに悪いことをしてるかもしれない。魔王の配下には5人の四天王がいます。彼らを出すが5人ってなんだ。おい、四天王だっつってんだろ。嘘をつくのは良くない。5人なのに四天王ってなんだ。分かってるよ、君がいたことくらい間違えて言いたいんだろ。魔法で解けない体にされたんだ。儚く尊い存在である雪だるまのアイデンティティは失われたと言っても過言じゃないよ。分かる。雪だるまだって真面目に生きてんだ。そう。そしてお父さんだって道を外すこともある。お父さんだって人間だもの。人間は道を外すことだってあるんだ。ひひ、いいもん揃ってるぜ。いいもん揃ってることだってある。本当にいいもん揃ってんね。ちょ、金貯めてからちょっと来るわ。あ、でも売却できないんだこの。ん、いやこいつはただ商いをしてるだけ。別に何にも悪いことはしていない。明日の朝だったら明日なんだよね。何言ってるこいつ。何が明日の明後日は明日だ。意味不明なこと言っとんちゃうぞ。何ポエム語っとんやん。最近の新しいお酒を入荷したばかりなのでぜひ飲んでいってくださいね。口の利き方に気をつけろ。飲んでいってくださいじゃねえだろ。何俺に命令してんだ。なんで俺が飲まなきゃいけねえんだよ。俺は俺の意思で動いてんだろうがな。昼間から飲む酒は最高だ。わかるよ。昼間から飲みたくなることもある。ストレス社会だ。強い酒を一気に流し込むこの瞬間のために俺は生きてると言っても過言じゃねえ。わかるよ。俺だって酒に溺れたい時はある。でも酒に溺れる瞬間、その瞬間は俺に選ばせろ。なんでてめえがなんかてめえのタイミングで俺が飲まなきゃいけねえんだよ。飲んでいてくださいじゃねえだろうが。飲む瞬間は俺が決めるんだ。新品の酒が大量に入ってるな。これでここはもう酒場ですらなくなった。全部破壊だ。新しく入荷した酒はなんか普段よりもめちゃ引火する。引火する。お前が思う17倍は引火する。なのでその周辺で爆発を使わないこと。こういうことな。こういうことしちゃダメ。あたし、なんかあの死にかけてる。今楽にしてやるからな。メモ書きすらもな、今楽にしてやるから。わしの若い頃は昔じゃったの。このじいさんのためでもある。もうここまでボケが進行しちゃってたら、もう俺がいっそのこと楽にしてやる。もうよく分かってねえんだろ。今なんでわしがここに立っているんじゃろう。今日のご飯は何じゃったかの。魔王が現れたなんて怖いね。早く世界が平和になってほしいよ。うちには小さい子もいるからね。そうだね。じゃあその不安から解き放ってあげるよ。解放してあげるよ僕が。お人形遊び楽しいな。そっか、幸せなままそのまま行きたいよな。こうやって永遠の彼女は永遠の幸せを手に入れることができた。これで死後の世界もずっと幸せのまま生きていくことができるんだ。人間は愚かです。面白い女だ。殺すは最後にしてやるよ。やっぱ面白い女はな、生かしておく価値がある。ただし日本語に限る。わけわからない言語つぶやいてるやつはもう殺す。感じるよ、君から必死しと、強い力を必死しとね。そう、必死しと感じるんだよ。そうか、君が勇者なんだな。必死しと感じるよ。君なら必死しと託してもいいかな。いずれ使うことになるだろうね。これは必死しと。おお、なんだ、なんか手に入れたぞ。殺さなくてよかった。今めっちゃ迷ったんだよな。こいつ必死しうっとしいなみたいな感じでさ、ちょ、次必死しって言ったら殺そうかなとか思ってたんだけど、クローゼットだ。これは宝箱ある。ああ、間違えて爆発しちゃった。ああ、なんで爆死したの今。よくわかんねえ。もうどっからこれやり直しなの。うわ。まあまあ、でもさ、ずっと寄り道してただけだから、ぶっちゃけ。あの、逆に言えばこれ尊い犠牲がこれだいぶ、あの、間違えた、だいぶさ、俺のさ、俺の遊びで殺した。ちょっと待って、おばあちゃん、奥の壺が調べたいんだけど、どいてもらえないかな。どけっつってんだろ。お前がどかねえのが悪いんだぞ。
ないんかい何も中身。なんだっけ、どこの、あ、こいつだこいつ、こいつからひしひしとこいつから感じていただいて、こいつもさ目の前でさ、あの奥さんがさ、あの破壊され爆破させられといて、爆死させられといてさ、なんとも思わないんだな。でもそこが気に入った。あー、謎の鍵使用したら死ぬんかい。え、これまさか、あーまたやりなしだ。まあぶっちゃけこの謎の鍵以外はどうでもよかったから。で、嘘でしょこいつ、ご機嫌、あ、でも一般市民か。まあ、じゃあ別にな。うん。バカする理由はねえよな。お前何覗き見してんだ。あー、しっささ、しっささ、しっささー。あー、なるほど。片思いか。まあまあまあ、恋は自由だからな。うん。教会に通う信仰深い人たちの前に、しつけめな格好で現れて惑わせたが私の生きがいなのよ。素晴らしいお答えだ。毎日それ教えてくれ。ぜひ、神にお祈りしてください。あなたのために平穏があらんことを。優越、これが優越というやつか。琴美のキレの気持ちがよくわかったよ。これが優越、これこそが優越。攻撃が最大の防御、うるせえ。大臣安全隊じゃん。うるせえうるせえうるせえ。お前さ、誰に向かって物言ってんだっつ話よ。無敵の勇者様だぞこら。俺に向かってなんだ、武器だ防具だ、俺が弱えみたいなものいいじゃねえかこの野郎よ。あ、ハローちゃん、つい魔王たちの子か、なら気をつけろよ。魔王の城へ向かうには3つの強大な団長が存在してるんだ。心出てすぐ団長、迷い登りの魔女の羽織は。お前話長えな、死にてえのか。おい、しんどけやで。ああ、なるほど、こうなってんのか。これが迷いの、あの入れない、あの危険、いや、ああ。だって入れないんだもん、入るってないもん。ああやべえもこれ全部。ああ結局謎の鍵ってなんだよ、これ爆発する。よく見たらシステムメッセージに爆発するって書いてあるとか、これ爆発するだけじゃねえかこれ。なんだ大事な爆弾ってよ、おい。大事なものじゃねえのか、大事な爆弾って。もう全部爆弾じゃねえかこの野郎。あ、でもこのちっちゃいの爆破できないんだね、なるほどね。まさか。おい待て待て待て、これ爆発したらさすがに。いやでも、あの一回ちょっと、あ、入っちゃった。あー、なるほどな。で、中身どんなやつらが入ってるのか見てから、よし。こうして俺だ魔王少々から世界を救った英雄として称えられれば、結構そんなに幸せに暮らしましたとさ。エンディング1、せめて魔王の顔ぐらい見てやってくれや。おまけ部屋に行く。テリーベア。ん、作者のクマです。こんなカスみたいなゲーム遊んでるのにありがとうございました。どうしてこんなバカゲーを、ある日思いつきました。思いついたので作ってみるかと思って作ったら、想像のバイクライデオチクソゲーができて困惑しました。いやでもそういうのが一番面白いんだよ。エンディング解消方法がわからないんだ。エンディング3種類あんの。え、まあ1つ目、2つ目。ああ、20人以上爆殺してから魔王爆破。シリアルキラーじゃねえか。見つかるって言いましたけど、メッセージがガルコレで大した変化ないです。そもそも出落ちゲーなので全回収とかする意味ないです。やりたい人はやってください。めちゃくちゃ投げやりに教えてくれたな。他に作ったものないの？フリームでいくつかの自作ゲーム。別にいや。バカしとくわ。で、残り2つね。ここでプレイしてください。ありがとうございました。まあ、じゃあ、流れでとりあえず、入って20人以上まだ殺してない状態で、よく来たな、勇者ども。まあ、四天王も全部、結局こういうことでしょ。四天王も全部爆破していく。あの、ごめん。あの、ちょっと通り道作ってくんない。あ、5体の全て倒さないと消えない。でも爆発すればいいんだよね。来たか、勇者よ。あっ。え、ちょっと待って、何それ、威力高すぎてもう最終形態になっちゃったよ。人間に敵対する悪しき魔王め、僕はこの手で倒してやる。まさかそのような力、総覚様、神から力を授かったな。そうだ、僕はお前を倒すために神様からこの何でも爆発する力を授かったんだ。何でも爆発する力だと、それは恐ろしい。しかし貴様はバカだ、愚か者だ。その力があれば貴様は私を倒せるだろう。しかしそんな強大な力を持つ貴様は果たして人間と言えるのか。そして力を持った人間はそれに溺れる。貴様もここに来るまでに魔が差して破壊を行ったのではないか。ふっ、何せよ強大な力を持った貴様はもはや人間ですらない化け物だ。だからといって無残にやられる気はない。覚悟しろ勇者だ。ああ、これで魔王倒れた。世界は平和に。こうしてハロルドは魔王を倒した。彼は世界を救った英雄として称えられ、まあ結構そのように幸せに暮らしましたとさ。世界平和だから、敵をじゃねえや。人間を殺しすぎなかった場合こうなるんだけど、
あ、人間を殺しすぎなかった時はな。全員だ、全員殺して回る。そしてあえて死体は残す。この亡骸は残していく。これが一番気持ちいいんだ。ああ殺してよ、もうこいつらはこの世にはいねえんだ。だけどこいつらの残骸だけはこの世に残っているんだ。情けなくな。死ねえ。ああなんか綺麗にシンメトリーになったな。気持ちいいな、おい、気分がいいや。人間殺しまんの気分がいいな、おい。こいつもだ、殺せ、全部殺してまわれ。お前もだ。もうお前が作る料理を食べるやつは誰もいない。だけどお前は生かしておいてやるよ。せいぜい作り続けるんだな、誰も食べることがない料理をな。優越。いやー気持ちいいな。いいことするとやっぱ気分がいいわ。そしたらまあこいつはさ、こんな姿になってもさ、まだけなげに生きようと生にしがみついている。こいつは何にも悪いやつだ。だってさ見てください、ほら一般市民ですよ。こいつはちゃんとさ、けなげに生きようとしているじゃないですか。それと比べてこいつはなんだ、おい。スケベな格好でみんなを惑わして最高じゃねえか。こいつは生かしといてやる。神は死んだ。神は死んだんだ。あとなんだっけ、この辺とか入ってないんじゃねえか。あまり大きい家ではないけど、人殺すなら十分すぎるくらいだな。十分すぎるから殺すわ。お前には十分すぎる。分不相応だわ。いつもより多めに殺しております。でこいつらもいつもより多めに爆破しております。あ、消えた。ちゃんと消えるようになってんだ。ギミックになってんだ。で殺して、さすがに累計20人超えてると思うんだよな。でまあこの辺のセリフは一緒なんで飛ばしますが、多分ね、あ、もちろん俺は最強なんだ。人間もモールも雑魚を俺が気に食わないやつは死ねばいいんだ。何もめちゃくちゃ分かりやすく闇落ちしてんじゃねえか。もはや人間ですらない化け物だ。だから出て無駄にやられる気はない。覚悟しろ勇者アルド。グーその程度か。なんだ、魔王ってのも大したことねえな。つまんねえ。もっとバカしがのあるやつはいねえのか。まあいいや、とりあえず気がつむまで世界でいろんなものをぶっ壊してやるよ。こうして魔王は撃ち殺されたが、その後ハロルドは世界拡張を破壊して回った。彼は新たな魔王として人々を恐怖のどん底へ叩き落としたのであった。エンディングさん、魔王ハロルド誕生。はい、ということでバカ RPG でした。人間の闇が見れるな。なんかこのゲームをさやらせたらさ、本性が見れるというか、性格診断ゲームにもなり得るんじゃねえかなっつって。まあもちろん俺がこの実況でやってるのは全部あの実況としてだからね。本当は殺したくなかった一人も。でもエンド回収しなきゃいけないじゃん。俺は血の涙を流しながらエンドさん回収しました。本当は誰も殺したくなかったんです。本当そこだけはあの皆さん誤解しないでいただきたい。ということでバカ RPG でした。めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。